矢沢渡るは神奈川県横浜市出身の陸上競技選手。専門は110メートルハードルで、自己ベストは日本歴代10位の13秒47。中学時代から全国の舞台で活躍し、全日本中学校選手権、インターハイ、日本インカレ、日本選手権とあらゆる世代で日本一に輝いている。2016年リオデジャネイロオリンピックの日本代表。 A 型。横浜市立岩崎中学校、法政大学、第二高等学校、法政大学卒業。鉄山とトラッククラブ所属。小学生の時は4年ほど野球をやっていて、大会では瞬足を生かして、通るようになったこともあったという。しかし、打つのが苦手ということもあり、中学では、先輩や親の勧めもあって陸上部に入部。 当初は100メートルと総幅跳びをやっていたが、中学1年の夏に顧問の勧めでハードルを始め、区大会で優勝してからは、ハードル専門になった。3年時には全日本中学校選手権110メートルハードルを13秒84の日本中学記録で制した。法制、第2高校進学後は、シニア企画のハードルの高さに戸惑い。 南関東大会110メートルハードルは7位に、終わり差がインターハイ出場を逃した。夏の合宿ではハードルを飛びたくない気持ちと足を速くしたいという気持ちから走る練習を積み、スプリント力を上げた。その後、国民体育大会と日本ユース選手権で優勝して110メートルハードル2巻を達成すると、関東高校新人では、スタート1からゴールが見えないという雨の中で、 高校1年歴代最高記録となる14秒64をマークした。2年次にはユースの選手ながら世界ジュニア選手権110メートルハードルに出場すると決勝にあと一歩と迫る準決勝全体9位で大会を終えた。世界で戦えたことに自信を深め、そして望んだ埼玉インターハイだったが110メートルハードル準決勝のウォーミングアップで故障。 足がつっただけだと思い、スタートラインにつくも、ブロックを蹴った瞬間に、ただの経練ではないと気づき途中棄権した。インターハイの悔しさを糧に、私生活、食事、トレーニングなどをすべてを見直して3年のシーズンに、臨むと、ならインターハイ110メートルハードルで、初優勝を成し遂げた。2010年4月に、法政大学に進学。 7月の世界ジュニア選手権110メートルハードルには前回大会に続いて出場しのない。10月に日本ジュニア選手権110メートルハードルを13秒97の大会記録で制し、大学1年目は大学タイトルを獲得できなかったが、全国タイトルは獲得した。2011年6月の日本選手権110メートルハードルで初出場初優勝を果たした。なお、 法政大学陸上競技部監督の刈部俊治は、今シーズン矢沢が結果を残せなければ400メートルハードルに挑戦させようと考えていたが、日本選手権の優勝などでそれはなくなったという。7月には、シニアの日の丸を背負い、アジア選手権110メートルハードルに初出場を果たした。 2012年5月の関東インカレ110メートルハードルは、大室秀樹に0秒01差で敗れて初優勝を逃し、6月の日本選手権110メートルハードルは、決勝に進出するもフライングで失格。9月の日本インカレ前に肉離れを起こしたため、残りのシーズンはほぼレースに出場することができず、この年は主要大会のタイトルを獲得できなかった。 2013年6月の日本選手権110メートルハードルを日本歴代8位の13秒59で制し、前回大会の決勝でフライング失格となった雪辱を果たした。7月にはアジア選手権110メートルハードルに2大会連続の出場を果たして銅メダルを獲得した。2014年4月にデサントに入社。 6月の日本選手権110メートルハードルは決勝で自己ベストタイの13秒59をマークするも優勝したマシのゲンタに0秒01差で敗れてアジア大会日本代表の座を逃した8月にはフランスで開催された国別対抗戦のデカネーション110メートルハードルに出場男女各10種目に20人の日本人が出場した本大会で 全種目を通じて、日本勢最高順位となる3位に入った。2016年6月5日のフセスプリント110メートルハードル、第1レースで日本歴代3位タイの13秒54、第2レースで単独歴代3位の13秒47をマークし、リオデジャネイロオリンピックの参加標準記録を突破。 同月26日の日本選手権110メートルハードル決勝を13秒48で制し、リオデジャネイロオリンピック日本代表に内定した。8月15日のリオデジャネイロオリンピック110メートルハードル予選でシニア世界大会デビューを果たすとともに、この種目の日本勢としては2008年北京大会の内藤正人以来8年ぶりの出場を果たした。しかし、 強い雨の降る中で行われた予選1組目で13秒89の組6着に終わり、着順で突破できる組4着以内には入れず、予選全ての組が終わった時点でタイムで拾われる4枠にも入れず、初のオリンピックはこれで終了したかに思われた。ところが、この予選は2組目までが強い雨の降る中で行われ、3組目からは一時中断を挟んで行われた。 そのため、中断する前の組を走った国から、コンディションの不利を訴える抗議の声が上がり、大会側は抗議を受け入れて、異例の再レースを行うことを決めた。再レースは、予選1組目と2組目の着順で突破できなかった選手たちだけで行われ、タイムで拾われる4枠以内に入れば準決勝に進出できるというものだった。しかし、 スタッフから再レースがあると言われたときは、放心状態だったという矢沢は再び集中して、再レースに臨んだものの、13秒88の組3着に、終わり予選敗退が決まった。2017年6月の日本選手権110メートルハードルでは2位に、なるもロンドン世界選手権の参加標準記録を破ることができず、ロンドン世界選手権日本代表の座を逃した。九月四日に、 自身のツイッターにて、8月中旬の練習中に、左室外骨は脱臼し、松葉杖生活を送っていることを明らかにした。骨折はしておらず手術もしないが、これにより、今シーズンを終えることになった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。4X100 m R は、日本選手権リレーの成績。ありがとうございます。